こんにちは、後藤一輝です、今回の池袋ウエストフードパークはですね、ビートパークのコーナーから始めたいと思います。さあ今回のゲストの方はですね、この番組のエンディングを歌っていただいているサンサロの皆さんです。どうもどうもありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。視聴者の皆さんにですね、自己紹介をしていただきました。はい、わかりました。まず僕ですが、サンサロリーダーボーカルの、まっちゃんこと松井正道です。まっちゃんお願いいたします。はい、ギターコラスアレンジ担当してます、川谷こと川田正之です。よろしくお願いします。はい、同じくギターコーラス担当してます、コンこと、コンちゃんです。よろしくお願いします。ですね、もうサンサロっていうお名前なんですけども、はい、どこからこうサンサロと。そうなんです、本当に一番よく聞かれる質問がそれなんですけど、先生やってた音楽が違うと、もともと違うんですね。そう、3種類の音楽がこう一箇所集まってきたっていうことで道に例えて、サンサロっていう名前をですね、うちの一番星ちゃん、カワヤンがつけてくれたんです。はい、ハワイアンさんはあれですよね、結構おとなしそうに見えてアグレッシブですよね。はい、こう実はですね、まあこの番組にも登場してますが、久保田武蔵という男がいますよね。ああ、ビッシュアストロフィーの世界一で、僕も関節をちょっと決めてくださいとやった時に風の目も出なかったんですけど、ハワイアンさん抵抗してましたもんね。抵抗してましたね。そのおかげで次のライブ歌えなかった。首若干締められて、首がね、調子乗るからだよっていう話してますけど、ね、それになったからね。ねで、そのこの3人がこう、ね、パッと出会うきっかけっていうのは何？まあそれはですね、はい、もともと僕が上京してきたのが11年ぐらいなんですけど、はい、その時に自分でソロライブをライブハウス、渋谷のライブハウスだったんですよ、はい、でその時にまず川田がその日対バンとしていたんですね、はい、いたらものすごいテクニックがあったんですよ、その時。やっぱギターですね。なるほど、はい、あギター上手い人だなと思って、はいはい、こんな人と一緒にやれたら面白いなと思ったんですね、はいはい、でなんかこう、はい、とか言いながら、こう今日声の調子悪いぞみたいな感じでこうやって歌をこう、かっこいいな、どんな歌を歌うんだろうと思ったら、子供が歌ってるんで、まっすぐの歌い方をしましてですね。で、逆に川谷はね、そう、うわ、歌うまい人がいるねって思ったんですよね。で、まあ、ギターの腕をこうね、やっぱギタリストですから、はいはい、ギターを見るわけです。はいはい、当たんなと。ギターはうまいけど歌は当たんなと。そうです。歌はいいけどギターは当たんなと。そうだったんです。ないものねだりで楽屋で話して、ギターうまいですよね、うん、歌うまいですよねと、ちょっと一緒にやりませんかってことで、なんかパートナー募集っていう非常に斬新で、はい、そうですよね、パートナーなんだってことなんですけど、はいはい、でそれでこうちぎってお財布の中に入れて、で持って帰ったんですけど、はい、そのまま忘れてたんですね。で一月後ぐらいにこう、はい、お財布を掃除してて、お財布掃除いろいろなんか電話番号がペロッと出てきて、はい、あ、なんだっけなって思って、すいません、もしもし誰ですか。信じられなくないですか。誰ですか、誰ですかって。考えられないような最悪の曲だったから、もうアンダーグラウンドで、なんかもう人を信用しないよ俺は、それぐらい掴んでますよね。そう、これは一人で生きていくんだぜ、逆にこれはと思ったんですね。でも普通だったら、ああこういう感じだったらちょっとってなるんですけど、こうちょうどその時にこの川谷とライブハウスでやって、おそらく2人でやったらもう爽やかな、もう日曜日のフォークソングのような、もう完全フォークの世界なんだっていう感じがあって、これは多分なんか自分がこう世の中に出ているためには、なんか癖がやっぱ必要だな。まさに運命の出会いですよね。そうですね、はい、もう最初に組んだ、僕が東京でできて見つけたいなと思った最初に組んだ人とずっと未だにやっぱ、あ、それすごい言ってます。すごいパターンですかね。これは人格もやってる音楽も近かったら、きっとそうですよね。そうですよね。飽きると最初はいいの。いいの、うん、ね。で今日実はライブ。そうなんです。ね、で、ちょこっと僕も、はい、突撃でちょっとライブの模様もちょっとこの番組で追いかけたいと思います、ね。ありがとうございます。なので今日はちょっと一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。